はい、どうも新鋭王子ことせいやです。今日はですね、社会人初の仮面ライダーの変身動画をやりたいと思います。いや、特撮好きな俺だからこそやりたくなっちゃう動画ですよ。ほんと久しぶりだ。まあ持ってる変身ベルトでやりたいと思います。ではまずね、この手に持っているドリアンからいきたいと思います。変身さあ、始めますよって感じですね。ではですね、バロンで終わりたいと思います。まあ他にもね、変身メルトあるんで、バロンでいきます。変身桂葉コータ、お前とバトルする。では次にですね、スカウター、これはまあライダーじゃないですけど、ドラゴンボールっていうアニメの、ね、はい、キャラクターベジータで真似をしながらやりたいと思います。ではいきます。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。まずは貴様の戦闘力を測らせていただくぜ。カカロット、いつ貴様とバトルするんだ。ってな感じです。次仮面ライダーポーズいきたいと思います。俺は木更木源太郎、天野学院高校の全員と友達になるとだ、よろしくな。変身。宇宙来た。仮面ライダーフォーゼ。タイマー貼らしてもらうぜっていう感じです。じゃあ最後ですね、ドライブに出てきたチェイサーの真似をしたいと思います。ではやります。俺はロイミュードの番犬。ちょっと声が違う、俺風でいきたいと思います。失礼しますね。ではいきます。俺は人間の心が欲しい。免許を取らないと車が乗れない。それが人間のルールだ。
という感じですね、って感じなんです。で、まあという感じでね、まあ、今日の動画を終わりたいと思います。またね、もしまたも仮面ライダーのベルトをもし買ったらですよ、まあ、大人用も最近なんか出てるらしいんですけどね、まあ、もし仮面ライダーのベルトをねまた購入した、動画で紹介したいと思いますね。まあ多分変身動画はいつやるか分かんないですけど、まあ今日は、久しぶりの変身動画でした。ではですね、まあ皆さんもぜひ、まあ、まあ映画もね、あのやるみたいなんでね、ライダーの、うん、でまあ僕はね、まあ日にちを立ててね、まあ行こうかなっていうふうに思います。仮面ライダーの、まあ、1号ですね、藤岡さんのね映画ですから、まあ見たいなと思いました。では今日はこれで終わりたいと思います。では、せいやでした。またね。